ここで始まりました、森哲さんチャンネルですね。今回はですね、アカデミーアワーズでですね、パラサイトがオスカーを4つも取ったということでですね、寄生虫ですね、この寄生虫ですね、日本語と韓国語ってすごい似てるので、漢字ね、そのまま変えればそのままなるんですけども、寄生虫、パラサイトって聞くと、なんか病気系の、ね、感じとかするんですけど、そうではなく、まあ、比喩的に使われる寄生虫ですね。のうちに寄生するとかっていう、そういう意味の方ですよね。英語のテラ、そばに、サイトの部分っていうのは、食べさせる、横で食べてるみたいな感じです。そこからまあなんか居候とか、そういう意味が生まれて、で、今のまあ寄生虫っていう意味が生まれてるんですけども、深い映画だったと思います。自分自身は韓国語で見ているので、あの日本語字幕とか英語字幕なしで見てるので、全部理解できたかっていうとちょっと厳しいところの 90% ぐらいかなっていうのがあることはあるんですけど、言葉遣いとかこういう大人向けの韓国映画ってめちゃくちゃ難しくなるんで、テーマであるそのお金持ちと貧困層っていうの、貧困のある意味象徴であるね、パンチハっていう半分地下、ね、パンっていうのが半ですね、地で地ハね、地下になりますが、結構見てますから、俳優さんとかも知ってるんですけど、ドラマとか、あのドラマに出てるとか、あの俳優出る映画、ドラマ、必ず一番手なのに、今回、なんでちょい役なのみたいな、ああ、友情出演だったんだなとかね、そういうのもあるんですが、自分が語ってもしょうがないからと思うんですが、他のね、人と違っていろいろコメントできるとしたら、自分は半地下に住んでたっていうね、ので、違ったことが言えるんじゃないかなと思ってます。もちろん、歴史から言うとね、その北朝鮮とのね、揉め事があって地下を作らなければいけなかったとか、ね、そういう話ともつながっていくんですが、そこではなく実際に住んでた自分がどうだったのかっていうのを話していきたいかなと思いますね。で、韓国のドラマや映画を見ていてもやっぱり貧乏の象徴というかものとして、まあ多いのがオクタッパンっていうですね、屋上にある家、これが非常によく出てきます。もう本当にドラマにたくさん出てきて、やっぱり貧乏の象徴なんですよ。普通のとこには住めない、だから屋上にあるなんかボロい家とかっていうのは非常にもう本当にたくさんのドラマに出てきます。確かにパンチ派、この半分地下っていうのも出てきますね、貧乏家庭の中で。ただあんまりね、分かんないんですね、このセットの中で、中なんで。その屋上のやつも明らかじゃないですか、もう見ればすぐ分かる。じゃあ自分の生活どうだったのかですね、まあ、写真がね1枚、この自分のね、本に使ったやつが1個あるんですけど、これ見えますかね、こうブラインドがこう下がってるんですけど、そのブラインドがちょこっと、ね、こう半分ぐらい上がってて、そこに、この自転車が乗ってますよね。そうです。だからここの、地上の高さ、ね、そこにこの窓があるっていうのがこのパンチハっていう、ね、半分地下って言われるところなんですよ。非常に安かったんですよ。すごい狭いです。めちゃくちゃ狭い中にベッドがあって、テレビがあって、窓がありますね。この向かい側一人が通れるスペースがあって、机があって、で、机の横に洗面所があって、洗面所の下に洗濯機です。で、その横に冷蔵庫あって、シャワーとトイレ。かつて韓国でこのシャワーっていうのはこのサンダル履いて浴びるんですよ。一回シャワー浴びればあのトイレびっちゃびちゃになるっていう、そういう生活。家賃がだいたい3万円ですね。月3万だったんで、めちゃめちゃ安かったんですよ。自分はその時は、仕事してないですから、韓国留学してて、印税だけですね、自分のトイックの本の印税だけで暮らしてたんで、そう、本が売れなかったも何にも稼ぎもない状況だったんで、まあ、どうなるか分かんないんで、そんないい暮らしとかも全然できないわけで、この地下生活をしてましたね。困ったことといえば、地下ってですね、夏に湿気がこもっちゃって、綺麗な壁紙を貼っててちょっと綺麗な感じに見せてるんですけど、相当な場所がカビちゃうんですよ。服もカビちゃうし、上の端っこからカビてくんですよ。でもうのすごいことになっちゃって、で大家さんと一緒にそのカビ取りやったのを覚えてますね、今でもね。こういう風にね、貧困層と、で財閥の人たちとかね、すごいお金持ちで差が広がってる、まあ、ドラマ見てもすごいわかると思うんですが、そういうテーマっていうのがすごく見られた感じですね。まあ留学中に出会った人たちっていうのは恵まれた人たちが多かったんで、すごいいい暮らししてましたね、留学中ね。でそれに対して韓国でちょっとね、知り合いになった人とかでやっぱ苦労しながら生活してるっていう人も見てきたので、確かにその差は大きかったですね。物価がやっぱりどん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 上がっていく。まあ、ソウルの街見てればわかると思うんですが、数字が貼られてって、どんどん高くなっていくっていうのが見えるんですけど。そういうのが辛いと。そういう辛い思いをね、持ってる人たちの
映画。まあちょっとね、だからジョーカーに通ずるものもちょっとあるなと思いながら見てたんですけど、まあ日本もね、これからもっと大きく貧困層と富裕層の差とかっていうのがね、取り上げられていくはずですので、まあそういった観点から見ると、だいぶ面白く感じられるんじゃないかなと思いました。はい。寄生虫ですね、パラサイトの映画を見て、自分の韓国留学中の暮らしと照らし合わせて見てみました。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.